データを効率的に扱いたい、世の中のすべての、物事が効率的に進んだ方が私としては楽しい、嬉しいなっていう気持ちがあります。例えば私が何か余っているものがあって、誰か足りてないっていう人がいたら、その情報があれば渡してあげればすぐに解決できる、チームもそうですし、会社もそうですし、社会全体が、そういう方向に行っていくとですね、より幸せな社会になるんじゃないかな。イノベーションセンターは他のセンターちょっと変わってまして、一つのセンターの中に営業、それから SE、それから R&D のメンバーが同居しているようなセンターになります。研究所っていうところは大体別のところにあったりします。でも今イノベーションを起こそうとしたときに、やっぱお客様のニーズを直接研究者が理解をして、営業のよりお客様のニーズを分かっているメンバーと連携した上で開発しなければ、新しい価値というか創出できないというところで、主に流通、物流、製造の現場に対して新しい課題を新しい技術で解くと、やはり B2B のお客様もですね、経営者が現場のお客様の現場の課題を全部理解されているかというとそうではなかったりします。以前はですね、お客様からこういう課題があって、こういう課題を解ける最も精度が高くて安価な技術はないかというお問い合わせから B2B の事業というのもあったんですけれども、近年はお客様もどのような方向に舵を切ると B2B のお客様のその先のエンドユーザーに対してお役立ちできるのかといったところも探索しながら、お客様と一緒にやるべき姿を発見をして、そしてそのためにはどういう技術を構成すれば実現可能なのかと、まさに競争をお客様と一緒に作ると、初めてお客様の課題が解決できる、また適切な研究開発ができると。コネクティソリューションズカンパニーも大阪からヘッドクォーターを移した、むしろも国内だけではなくて、海外の大学とかパートナー企業との連携といったところも重要になりますので、より前線シフトをしていく、研究の最前線にシフトしていくという意味においても、日本においてはまさか東京という立地が重要になってきますし、より人もこちらに集めていこうというふうな考え方でおります。今のメンバーっていうのは、特にソフトウェア会社が多いですけれども、より新しい技術に対して関心があるメンバー、特に新しい技術を、どういうふうに応用してお客様に対してお役立ちできるかというふうなところに関心があるメンバーが多く所属しています。アカデミーの世界においても、応用なくして、研究なしと出口が張って初めて研究が成り立つような時代に変わってきております。アウトプットファーストですね、どういうことを実現したいからどういう技術を調達するのか、生み出すのかと。 B2B というところは、ある特定のその B2B の企業のお客様の中で経営的な観点で効果があると、投資に対して経営効果がある、利益が得られるという判断できるところがあったりします。例えば AI、IoT の技術を完成させて、そこから逆に B2C の方に転換していくことによって社会全体を良くできるといったところに、 B2C と B2B 両方を進めさせていただいているパナソニックという位置づけというのは一つ価値ではないかと、むしろ B2B だからこそ進められる取り組みってあるんではないかと、研究開発というのを取り組んでいるところもございます。